皆さんはじめまして、先端恐怖症と申します。今回は Apex Legends の設定についてお教えいたします。タイトルでは有利になる方法と書いてあると思うんですが、どちらかというと、不利にならない方法っていうイメージの方がいいのかなって思います。理由としては、強い人って大体こういう情報っていうのは大体やってるんですよね。だから他と差をつけるってよりは、他と差をつけられない、不利にならないっていうニュアンスで、設定の情報を拾った方がいいかなって思います。はい。まずはゲームプレイですね。基本的に変える必要ないんですが、非ダメージ時にデスボックスメニューを閉じるっていうのはオフにしておいた方がいいです。理由としては、このゲームってアーマーを交戦中に着替えるのってめちゃくちゃ大事なんですけど、それが、阻止されてしまう、阻害されてしまうので、こう、撃ってて、非ダメージしました。あんま変えたいですっていう時に、こう、あんま漁りますよね、デスボックス。だ時に、敵から一発でも受けると、フィンってなっちゃうんですよ。フィンって。これをされちゃうと、まあ、2、3発ですよね、当たっても。2、3発受けてでも、アーマーを新品にした方がいいっていうのが、っていう状況結構あるので、これは、オフにしといた方がいいです。焦ります、これ。オンにしてると。次、マウスキーボードですが、こちらですね。エイム時マウスコマンド倍率。これは、絶対オンにしといた方がいいです。オフにすると、一律で1.0倍になるんですけど、これ、オンにしといた方がいいですね。理由としては、1倍と2倍、3倍、4倍。結構感覚違うっていう人結構多いんですよ。私の場合がまさにそうで、2倍と3倍、1倍でこう違うんですね、倍率が。私は高ければ高いほど、この倍率が高い方がいいっていうのに落ち着いたんですけど、まあこういう人もいます。でも、人によってはまあ一緒だよっていう人もいるんですけど、基本的にオンにしといてデメリットないです。全部1.0だとしてもオンにしといて、なんかちょっとなんか違うなと思った時に、試し打ち場に来て、まあ例えば1倍こう打って、で、これ合ってるなと。で、2倍打って、合ってるなと。やった方が、いいかなと思いますね。人によるので、人によるからこそオンにして、微調整した方がいいですね。2倍とか3倍とか、2、4倍とかは、G7 でやるのがいいかな、一番。どうだっけ。G7 ですね。こちらに、こうつけて、今みたいに頭狙って、みたいな。で、次に、照準器エイム切り替え、ホールドってあるんですけど、私はホールドにしてます。これに関しては諸説あります。切り替えにすると、わかりますかね？カチッ、カチッ、カチッ、カチッ。右クリックをしたら覗くになって、もう一回やると離すって感じですね。もう結構、このゲームって、打ちながら、こうすべき場面って結構あるんですよ。こう覗いて外して、覗いて外してってすべき場面があるんで、まあ、やりやすい方ですね、それを。私はホールドの方が、こう、覗いて打って、外して、覗いて打って、外してっていうのは、やりやすいかなって思うので。っていうのと、あとは、マウスに力を入れた方が、こうリコイル制御とかもしやすいし、まあ、微調整もしやすいなっていうのがあるので、私はホールドにしますが、人によっては切り替えにして、マウスに余計な力を入れない。エイムしてるときに、打ち合いのときに。っていう人もいるみたいですね。まあ迷ったらホールドの方がいいかなって思うんで、初心者の人とかに聞かれたときは、ホールドにしとくといいよっていうようにはしてます。あとはなんか他のゲームで慣れてる方って感じがいいかなと思う。で、次にアクション拾うキーなんですけど、これ F 派の人と E 派の人がいます。ゲームによって違うので、まあ慣れてきてる。いつも使い慣れてる方でいいと思うんですけど、これをするときに注意なのが、特に F にアクションを配置してる人は特に注意なんですけど、このシグナル敵発見っていうのがデフォルトで F になってるんですよ。これを、ま、アクションを F にしてる人は、これを、ま、例えば E とかにして、アクションを F ってした方がいいと思います。理由としては、ま、よくね、シグナルって2回押すと、
敵発見ってなるんですけど、これだとね、ちょっと遅くなるんですよ。2回押さなきゃいけないんで。この2回押す時間って、基本的に打てないんで、それだったら、左手で、ここって言いながら、ここにできるって、まあ、連打できるっていう、まあ、視覚的にも分かりやすくなるので、ワンクリックで押せるっていうところをどこかに配置した方がいいです。この敵シグナルっていうのは他のゲームでなかなかなくて、視覚的に敵がどこにいるのかっていうのを分かるっていうのはめちゃくちゃ便利なんで、これは絶対どっかのキーに配置しといた方がいいです。し、まあ、欲を言うなら、撃ちながらね、敵発見ってやると、まあ、味方全員にも何も言わなくても、言葉を発さなくても伝わるっていうのがね、非常におすすめです。次、ビデオですね。まあ、この辺はね、まあ、環境によると思います。ので飛ばします。まあ、ボーダーレスウィンドウがいつもおすすめですけど、これをするとカクカクになるっていう人は、フルスクリーンにするといいと思います。で、次にこれ、視野角ですね。いわゆる、視界、視野角ですね。これ結構諸説あって、104と派の人とか、110派の人とか、96だっけな。94だっけな。96、94か、わかんないけど、いう人がいるんですけど、これをすると、見てみます。今わかりましたかね。ちょっと引いた映像になるんですね。これが広ければ広いほど、画面端が広くなるので、作的に有利になります。が、このゲームって作的ってそんなにいらないんですよね。作的して、その、敵をいかに発見するかってゲームじゃないんですよ。戦闘時間がめちゃくちゃ長いし、どうせ、まあ、どっかから撃たれたとしても別に、まあ、大した問題じゃないんですよ。見えないところから撃たれたとしても。作的ってよりは目の前のことに集中した方がいいと思うので、私は90にしてます。いろいろ変えて、110の時代もあったんですけど、90にしました。うい。理由としては、ウィングマンが一番当たる。これですね。まあ、ウィングマン持って、まあ、ウィングマンを使えれば、どの武器でも必ず使えるようになるんで、ウィングマンで基本的には軸で考えればいいと思うんですけど、ウィングマンが一番当たるのを、この視界を変えて、ちょっと、試してみてください。私は90が一番当たりました。し、結構、これが低い方が当たりやすいっていう人が多いです。理由としては、まあ、こんぐらい、ちょっと覚えててください。こんぐらいの人物が110になると、ちっちゃくなるんですよ。わかりますかね、この青い部分、ちょっと真ん中の青い部分を比較しましょうか。90にすると、ほら、こんなにでかくなるんですね、的が単純に。これだから低い方がいいのかなと思いますね、このゲームに関しては。はい。他のゲームとの兼ね合いとかもあるんですが、好みでって感じですね。プリント時の視点揺れ、これ絶対ショーにしといた方がいいです。画面が揺れるのが普通がいいか、ショーがいいかって、もう絶対ショーの方がいいですよ。余計な、動きがない方がいいです。はい。感じです。で、この辺に関してはもう、まあ、好みとか環境によるんですが、まあ、垂直時は絶対オフがいいです。で、基本的には、まあ、どのゲームもそうなんですけど、基本的なこと言うと、グラフィックは低い方が有利って言われてます。まあ、余計な情報が入らないので、基本的には全部低い方がいいです。で、私の場合はもうほぼ全部最低にしてて、これ理由は、酔っちゃうからです。単純に画面酔いしちゃうから。まあ、余計な情報がない方が画面酔いしにくいんですけど、これは、まあ、有利になるっていうのプラス、まあ、画面酔いを抑えたいっていうのがありますね。まあ、細かいこと言うと、なんかこの辺は高い方がいいとか、サンシャドウは高い方がいいとかなんとかってあるんで、そこは、まあいろいろ調べたりとか、まあ、自分の感覚で、まあ、敵を発見しやすいとか、まあ、あとはフレームレートですね。FPS が、下がらないようにするって感じですね。はい。もう分かんなかったら、もう全部最低でもいいんじゃないかなって思いますね。はい。次に NVIDIA コントロールパネルというのがあります。左下で、NVIDIA って検索するところで検索してもいいんですが、デスクトップの何もないところで、右クリックすると NVIDIA コントロールパネルっていうのが NVIDIA
に対応してるパソコンだと出るので、これを押します。押してですね、解像度の変更ってもらいます。ここが 144Hz もしくは 240Hz になってるかを確認してください。基本的にゲーミングパソコンじゃない人とかは、これがね、60Hz になってると思います。60Hz になってると思うんですけど、これ、一応説明しておくと、リフレッシュレートは何なのかっていうと、1秒あたりのパラパラ漫画の枚数ですね。パラパラ漫画って、例えば10枚のパラパラ漫画と、100秒のパラパラ漫画、どっちが滑らかですかって言われたら100秒だと思うんですよ。だから敵の動きが鮮明に分かりやすいのが100枚の方。だから基本的には60なんですけど、ゲーミングモニター、その 144Hz っていうのに対応してるゲーミングモニターを買うと、1秒間に144枚のパラパラ漫画。60よりも圧倒的に有利ですよね。まあこれに関してもみんな、もう上手い人はみんな144でやってます。もっと言うと240だっけ ?240 でやってる人もいます。まあ、144と240は変わんないって人が多いんですけど、私は144で十分かなと思ったので、144にしてるんですが、上手い人はみんなこれにしてます。これにしないと、逆に言うと不利です。不利にならないための設定って感じですね。これをやって強くなるっていうよりは、まあ、本来の力を出せるぐらいに思った方がいいと思ってます、ね。で、あ、まあ今は見て思った人もいるかもしれないですけど、このウルトラ HD、まあちょっとした情報なんですけど、ここだと60しかなくて、えってなって、結構いろいろ調べまくったりした時期があったんですけど、下の方の PC って方の、こっちだと144あるよって場合があるんで、これも一応共有しておきます。はい。次に、3D の管理ですね。こちらをすることによって、最大限、パソコンのパフォーマンスを上げることができます。まあ、これに関しては、まあそうですね、私と全く同じにすればいいかなって思いますね。はい。画面停止して、私と全く同じ設定にすれば一番いいかなと思います。まあ、これいろいろ調べた結果なので、間違いはないと思いますが、まあ環境によるっていうのは言っておきます。これにすると、こう、負荷がかかりすぎちゃうって場合もあるので、そこだけ注意ですね。はい、こんな感じで。で、もしね、このマックスフレームレートっていうのがないよっていう人は、GForce の方で、最新のドライバーを入れてください。だったら出てくると思います。GForce Experiments は、まあ、左下の検索するところで GE って調べると出てくると思います。で、こちらで、更新プログラムの確認っていうのを押すと、最新のドライバーをダウンロードできるようになるので、こちらを、入れてみてください。で、次に Windows のコントロールパネルの方の設定を言います。コントロールパネルを開いて、まあ、コントロールパネルの開き方わからない人は、左下で、コントロール、CON って入れると、多分一番早く出てくるかな。CON、Windows マークの横で検索して、コントロールパネルを出します。で、このハードウェアとサウンドを押します。で、マウスっていうのを押します。で、これを出します。まあ、これがなんかどうしても出ないっていう人は、右上でマウスって検索すると、出てきますね。マウス。こちらですね。の、ポインターオプション。で、ポインターの精度を高めるっていうのが、デフォルト、もともと入ってます。これは、先ほども説明したマウス加速なんですね。同じ3センチでもマウスを動かす速度を変えることによって、振り幅が変わるというものです。これ絶対外した方がいいです。これに慣れちゃってる人は、ちょっと最初外した時違和感があると思うんですけど、3センチ分動かすなら、どんなマウスの速度でも3センチ分固定っていう方が絶対いいです。これは外しといた方がいいです、はい。これに関しては、ゲームにはあんま関係ないです。一番最適なのをやるといいですよ。なんかたまにね、なんかめちゃくちゃってね、やってる人が、いるんですけど、これは、まあ、早くするといいですよっていう。まあ、ゲームには関係ないですけど。はい。といったところです。以上が、Apex の設定となります。またね、今は2020年の5月1日の最新情報となっているんですが、設定でまた新しい科目が、項目が追加されたりだとか、環境が変わったりということもあると思うので、そこは環境に合わせて、調べていただければなと思います。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。